はいどうもコンシェルジュです。あのね、無料相談でちょっとあったお話で、まあ無料相談の回答はしたんですけれども、これあの皆さんにお伝えしといた方がいいなと思って、でその内容を今簡単にね、かいつまんでバレないように、もちろんあの個人情報とか全く問題ない形で今お伝えしますけれども、あのね、一回より戻すじゃないですか。一回別れました。でどうにか自分で頑張って一回復縁しました。彼氏とか彼女が許してくれて分かったよと、じゃあもう一回ね、改めて、まあ、最後のチャンスになるかもしれないけど、もう一回、付き合ってみようっていう風に言ってくれた。すごい嬉しいよね。で復縁できました。その後また別れました。内容としてはというか、別れの原因は大体同じ理由、性格の理由ね、あの悪いところ治ってないじゃん、で、またそのごめんごめんごめん、もう一回お願いしますと、本当に今回直すからっていう。でまあさすがに2回目はそう簡単には納得してくれず、しつこく連絡しちゃってブロックとかもされてとか、 LINE をブロックされてとかね、その状態の方からの無料相談があって、でそういう状況なんですけどどうすればいいですかっていう感じだったんですよね。でこの時にね、まずその問題を簡単に考えすぎです。相手は一回復縁してくれてるじゃないですか。相手は一回復縁してくれてるタイプということは、要は復縁するタイプなんです、絶対復縁しない子じゃないの、復縁するタイプの人なんですっていう意味では確かにプラスなんだけど、でもマイナス面もあって、それはそのあなた自身が同じことで2回も振られてるっていうこと、これね大問題なんですよ、マジで。違う内容だったらいいんですよ。1回目浮気ね、2回目はラブラブしすぎで束縛しすぎみたいなちょっと違う内容だったらまだいいんですけど、完全に同じ内容でやっぱりあんた変わってなかったんだな、やっぱりお前は変わってなかったんだねっていう形で2回目も振られちゃってるのは、もちろんそっからでも復縁できるんですけど、自分磨き一生懸命頑張ればね。ただその相談者さん、依頼者さん自身も1回復縁できてるからもう1回できんじゃねえかっていう考えが、浅いって言ったらちょっと悪い言い方になるけど、浅いわけではないけどね、ちょっと楽に考えすぎというか、簡単に考えすぎなんですよ。でその方にはその無料相談でどういうふうに回答したかっていうと、その方もちゃんとあの僕の無料相談の回答を聞いてくれたと思うけど、例えばよ、イメージしてください。ヤフオクとかさ、メルカリとかあるじゃん、モバオクとかネットオークションとかあるよね、でそれの例えで言うね、2回振られるってどういうことかってことを教えてあげます。特に相手が女であなたが男の場合、多分完全にこう思われてるっていうことを理解していただきたい。男性ってちょっとその辺ね、浅く考えちゃうから。いきますよ。僕とあなた、これね、友達です。まああなたが男性でも女性でもいいですけど、まあ友達ですよ。結構信頼できる、今までは。で一緒にヤフオクやりましょうっていう話になりました。で僕もいらないものがたくさんある、ね、それをヤフオクで出品する。であなたもいらないものがめちゃくちゃたくさんあって、それをもうヤフオクで全部売りさばきたいね。で例えばだけどね、物が大量にあるからお互いの物が大量にあるから、もうそれ厳密に、分別することもできず、じゃあもうとりあえずね、あのここにあるそのお互いのいらないものは全部一つにまとめちゃって、で、それをその全部同じアカウントで全部出品しちゃってね、で売れた金額はちょうど半々にしようよ、っていう提案がどちらかからありました。で僕もあなたも納得、まあ、確かに物がたくさんあるし、それ全部その分別する、これがお前のこれが俺のってやる作業もめんどくさいし、まあ超お金必要っていうわけでもないから、じゃあいいよって全部まとめちゃって、でそれを俺たちの共有財産みたいな感じにして、それをどんどん2人で作業して売っていって、で入金されたそのお金に関しては折半しようね、 50-50 50-50 でちょうどきったり山分けしようね。したらまあお互いね、ちょうど半分半分だから嫌なこともないよね、トラブルになることもないだろうし、でちょうど半分半分なんだからお互いそれなりにね、あのヤフオクに出す作業とかやるだろうしっていう話になりました。でじゃあ僕も頑張ってやりますよ、であなたも頑張ってやりますね、ヤフオクで。とりあえずそのヤフオクですから入金先の銀行口座必要じゃん。
あなたが銀行口座持ってないものとします。もしくはなんか事情があって銀行口座使えない。あ、じゃあ分かったよと。じゃあその俺のね、その僕の銀行口座を入金先の口座にしとくからさ。でそれ口座振り込んだら全部そのなんだ、ちゃんと銀行で記帳してね、僕が盗まないようにお金を、うん、ちゃんと記帳して君に見せるし、それでちゃんと折半していこう、計算して大丈夫だからって僕は言いますね。でやり始めました。それなりに売れ始めます。結構な金額売れました。何十万かぐらいの金額が貯まってきましたの状態で、僕が金全額パチるんです。その売上を全額パチって銀行から一人で引き出して、でそれを遊びに使ったんです。僕キャバクラ行った。あなたどう思います？てめえふざけんなよこの野郎ってなりますよね。お金が必要なわけでもないし、何か緊急のものでもない。で特にあの売り払ってるものは自分のいらないものですよ。財産価値、自分が大切に思ってるものを売ってるわけでもなく、いらないものを売ってるだけだから別にいいんだけど、お金とかなんなくたっていいんだけどさ、いやでもそれないでしょっていう怒りがあるよね。あの約束したよねって話になるよね。半々にしようねって。で私は銀行口座使えないから、俺は銀行口座使えないから、こいつのあなたの銀行口座にお金を入れて、であなたはその都度その入金があったら記帳してね、でちゃんとその誰々から何万円入金とかっていう形にして、でちゃんと折半にしようねって普通に約束したじゃんって。それなんでその何全額引き出した挙句全部使うのっていうはぁってなりますよね。でしょ。それがまず1回目の別れの状態だよ。相手にとってはそういう気持ち、特に相手が女の子であなたが男性の場合、もうあの女の子は別れの半年前からもう別れ決めてるって話ちょくちょくしますけど、相当考えてんだよ、相当試してるし、相当チャンスを与えてるの。うん。でも最終的にあなたは性格治んない、でその元カノとかの逆鱗に触れるような変なことをやる、もしくは言う、で元カノ完全に切れるの、はぁってなるんですよ。いや本当もう無理だわそれってなるじゃないですか、うん、でなってるの元カノも。で今のそのヤフオクの話に戻るけど、なるでしょ、はぁってなるでしょ。本当にもう ビビるっていうか、なんていうかっていう、死ねばいいのにって思うよね。でしょ。でもその僕がすごいあなたに対して謝ってきました。ほんとごめんって、ほんと出来心でマジで使っちゃって、自分からねあのお金ちゃんと記帳して折半にしようねって言ったの俺なのに、ほんとにごめん。でキャバクラに使っちゃったからもうないし、でも今度もう絶対やらないから、ほんとまだたくさんその売れるものあるし、もう一回やろって、もう絶対に絶対にそんなことしないって言ったとします。であなたは優しいから、いや本当って頼むぜマジで、じゃあもう一回だけやってみるって言ってくれるのが一回寄り戻した状態だよね。うん。それでさ一緒にやり始めるとするよね、またヤフオクを。一ヶ月後またその貯まった金を僕が全部パチってたら、パチって、じゃあそのパチンコで使ってたとするよね。僕パチンコやらないからね。パチンコで使ってたとするよね。もしくは競馬とかでもいいけどさ、あなたどう思う？本当にこいつは、こいつ嫌いとかっていう話じゃないじゃないですか。あの病気なのかなって思いません？本当ガチのガチの脳みその病気で、本当精神的な障害を持ってる方なんだなって思いますよね。うん。万引きの手癖悪い以上の何か本当に、脳みそに欠陥がある人なんだなって思いません？半々にしようねって言ってるんですよ。で半々にすりゃいいじゃないですか。でしょ。でそれで一回許してやってさ、でまた同じことやってんの、お金盗んで、でごめんごめんごめんって言ってくんですよ。もう一回もう一回って、もう一回だけ次のチャンスくださいみたいな。もう完全に頭いってる小僧じゃないですか、そんなの。病気の人でしょ。2回復縁っていうか2回別れてるってそういうことよ。それだけ頭おかしいと思われてるんです、あなたは。元カノに1回復縁して、まあ1回別れました、どうにか1回目許してくれました、復縁できました、でまたちょこっと付き合って、
2回目ほぼほぼ同じ理由で、あんたの性格やっぱり治らなかったね、もう別れる。でこれに対して簡単に考えてちゃダメなんですよ。彼女さんの気持ちはヤフオクの被害者の気持ち、今の話で言うところのね、こいつ本当に本当に無理っていうか、もう怖いし、うん、何嫌いとか通り越してるわって思ってるよ。そういうレベルじゃなくて、もう本当に一切金輪際関わりたくない、うん、だったらもう何悪口での一つでも言ってさ、てめえなんかにお金なんかやらないみたいなこと言ってさ、逃げりゃいいのに、それもせず2回目もごめんごめんごめん、もう一回やろうって言ってきてんだぜ、いや怖って思うでしょ。その状態なんですよ。これね、重々把握しておいてください。それぐらい元カノには嫌われてるんですよ、2回目の人。だから自分磨きを本当にすればいいんですけれども、見てくれない。自分磨きしたとしても本当にほっとほとほっとほと呆れてるから、頭のネジ本当に飛んでると思って、精神の病気の人だと思われてるから、だから無理なんですよ。そこで必要になるのが復縁工作じゃないですか。やっぱり復縁工作やってみるしかないよね。それでもさ、もちろん失敗してしまう、工作に失敗してしまう可能性もあるけど、でもそれだけ嫌われてるんだったら、もう復縁工作やってみて、なおかつ自分磨きも一生懸命頑張ってみてってやるしかないんですよ。病気だと思われてるんです。もうそれぐらいのレベルで嫌われてるっていうか、もう関わりたくないと思われてるので、これ気をつけてください。うん、まあ復縁のみならずあれだよ、1回仲直りして2回目また同じ理由により、その仲悪くなっちゃった異性の相手とか、もしくはその旦那とか嫁とかも全部そう、もうね、頭おかしいって思われてるんです。もう嫌いじゃないんですよ。もう相手が思ってるのは、もう頭おかしい、怖い、関わりたくない、顔も見たくない、喋りたくもない、もう一切今後の人生の中において一切関わりたくない、怖い、もう嫌だっていう風に思われてるんです。そうでしょ。そんなさ、2回も金全額バチってキャバクラで使うやつで、2回目もまだなお今度3回目のチャンスをくださいって言ってんだよ。こんなやつ3回目もまた金パチるに決まってるじゃないですか。にもかかわらず言ってきて、でこっちが許してくれると思ってるメンタリティも許せないし、なんだよこの野郎ってなるよね。そう思われてるっていうことを深くこう頭の中に入れておいてください。うんね、えなので、まあ、自分磨き一生懸命本当にやって、で当然ね、自分からね、自分磨きしたよっていうのは、そのヤフオクのね、折半にしようねって、半分ずつにしようねって言ってた、そのやつ、お金盗んでたやつが、俺変わったぜっつってまた現れるのと一緒だよ。だから自分から変わったよなんて言っちゃダメだよね。相手が気づくまで待ってくれなきゃダメ。自分から言った時点で変わってないんですよ。うん、自分から相手に直接俺変わったよ、私変わったよって言っちゃった時点で変わってないことの証明なんですね、それが。だから絶対言っちゃダメ。相手が自然に気づくぐらい自分を高めなきゃダメだし、でも相手は相当あなたと関わりたくないと思ってるから、だから復縁工作によるサポートがあれば成功率高まるでしょ。ちょっと振り向いてくれる可能性高まるじゃん。なのでそれぐらいやらないと復縁できないからさ、本当にそういう状態で復縁考えてるんだったら、もう復縁工作しかないと思います。普通に、そこは。そこはもう普通に復縁工作、ネット復縁工作やるしかないですね。で、失敗するか成功するかやってみなきゃわかんないけど、でも男だったらやらなきゃならない時ってあると思うし、まあ女の子でも同じだけどね。特に男だったらもう勝負かけなきゃならない時はかけなきゃならないし、その中で僕もたくさん失敗してきたこともあるけど、全ての失敗がプラスになっていくしね。で、万が一復縁工作に失敗したからといって、それで終了じゃないからさ。僕のアドバイスっていうのは、工作期間が終了した後もずっと続くから。なので、工作の成功率高いんですよ。工作期間内で成功しなかった分も、後から成功してくるから、報告があるからね。復縁できましたっていう。だから、結構成功率は高いので、もうやってみましょうっていうところですよね。うん、すごく頭おかしい人でしょ。いや、我ながらね、それはその相談者さんに返事書いてて思ったんだけど、これ最高の表現だわと思って。俺そんなやつ来たら、もう一切連絡取らない。その時点で、あ、分かった。
分かった分かった、後からちょっと連絡するね、今忙しいからって言って、2回目の段階でね、2回目お金全額盗んだ段階で、うん、後から連絡する、今ちょっと忙しいからさ、ちょっと、待っててっつって、そっからもう全て相手は待っててくれるはずだから、 2,3 日はもう完全に全ての接点を断ち切るために動くよ。でお金返せとも言わないし、文句も言わない、気狂ってるもんそんなやつっていうぐらい思われてるっていうことを分かってね、本当にいい例えだなってこうパソコンでね、無料相談の返答しながら思ってたんだけど、でこれはみんなにも伝えたいなと思って、今回動画撮った次第でございます。はい、今回は以上です。頑張っていきましょうね。それでも諦めなければ、復縁はどんどん近づいてくるからさ、まあ自分が近づいていくわけだけど、今の話聞いたからって言って落ち込んじゃってるのはそれもそれで重い。うん、あ、そこまで嫌われてんだな、なるほどな、言われてみりゃそうだと、これ完全に冷却期間を置かなきゃダメだな、で復縁工作もね、お願いできる費用があるんであれば依頼しなきゃダメだなって、自分磨きも超やっていかなきゃダメだなって前向きに考えてね、あ、俺完全にそのタイプだ、もう復縁ダメだわって思うのはそれもダメ、うん、めんどくさい、重いね、なるほどねって分かったら改善していけばいいだけじゃないですか。それを通常よりすごく嫌われてるんだったらめちゃくちゃ改善すればいいだけじゃないですか。それだけ簡単な話、頑張っていこう。はい、今回は以上です。コンシェルジュでした。ではまた。